はい、お疲れ様です。今回は社長的今年の漢字1文字を書いていただきたいなと思っています。はい。今年はどんな1年でしたか？非常にこう忙しく、まあ、働いたという、まあ、そんな印象があって、まあ、駆け足の1年だったような感じしますね。世間が選ぶ漢字1文字は何だと思いますか？まあ、コロナ禍の災いですかね。まがまがしいという、まあ、そういう言葉になってしまうのか。はい、書きます。はい、私の今年の漢字はこれです。お疲れ様です。お疲れ様です。袖山さん的、はい、今年の漢字を書いていただこうと思います。了解しました。書きます。はい、すごい字になっちゃった。どうしよう。私、習字、小学校6年間ずっとやってて。あ、そうなんですね。そうですよ。全然活かせてね。私的今年の漢字はこちら、進むです。この字にしたんですか？今年はやっぱりこうコロナの影響とかで皆さん本当にいろいろあっては大変な1年だったと思うんですけど、まあ、個人的には7月にずっと夢だった電車の運転免許が取れたりして、すごく進めた1年だったなっていうのがあって、この一文字にしました。コロナの影響でもうこれでもかってほどお客さんももう全然いなくなって、地元のお客さんがまず心配してくれて、長電さん亡くならないでほしいって言ってくださって、よく乗ってる方だったけどあんまり挨拶ぐらいしかしなかった方とかからもなんかすごい大丈夫とか頑張ってねとかやっぱ応援していただけるようになったり、テレビとかでその長電が赤字でやばいみたいなのを見て、いや、なくしてほしくないからって言って駆けつけてくださったお客さんとかもたくさんいて、周りの本当に助けられてこう優しさとかそういうのが改めて気づけたかなっていう、当たり前って思ってたことが当たり前じゃないんだなって、こうありがたいことなんだなっていうのは本当にこの1年で余計に思うようになりました。いろいろある中でも立ち止まってちゃいけないなっていう、出発進行の進、もうこれでしたっけ、合ってますよね。出発進行みたいな感じでこう進んでいこうっていう意味を込めました。本家の今年の漢字はまだ発表されてないんですけど、はい、どんな一文字だと思いますか？何かなーって私、コロナ禍のか、コロナ禍の災いですかね。まがまがしいという、まあ、そういう言葉になってしまうのか。コロナ禍のか、あれって災いって言うんでしたっけ、あの字になっちゃうのかなとか。ちなみに社長はどんな一文字だと思いますか？金。いや、なんか頭の中
お金でいっぱいかなって思って社長のことなんでやっぱりマイナスな言葉は使わないと思うんですよ。誰でも平等に嬉しいものでめでたそうなイメージもあるって言ったら金っていう字かなっていう私の予想は金で私の今年の漢字はこれです。超。まあズバリ金の兆しということですね。調子の超という字は縁起がいいんだと。そういえば今年前半は大変厳しかったんだけども、まあ、本当に破産しちゃうかなっていうくらいの大赤字でした。しかしその後ですね、ネットショッピングですね、 EC サイトの方に力を入れてネットの売り上げでですね、前年比10倍程度まで膨らんできてですね、それでなんとか、まあ、資金をギリギリつないでいるという状況。また後半ですね、YouTube チャンネルを、まあ、激辛チャンネルを開設してですね、たくさんの方にご覧いただいてですね、こういったこともまた収益化につながっているということと同時にですね、皆様からのたくさんのコメントをいただいて大きな励みとなっています。このような皆様の応援を背にですね、来年はさらなる飛躍を遂げて赤字からの脱却を目指したいというふうに考えております。袖山さんに、はい、社長は何という漢字を書きそうですかねと聞いたら、はい、金って言ってます。近いものがあるねしかもね、この超って1兆円ですよ、まあ、このくらい売り上げあったらいいなと。なかなかいい線いってるな。そんな金が欲しく見えるかねって見えるかね。金ですかねちょっとダジャレっぽいですね、すいません袖山さんは何ていう漢字を書いたと思いますか。え、なんだろう、せんべいのせんですかね。なんでですか。あ、違いますかね。あ、電車の電かな。どうしてですか。電車が好きなんですよ。あ、運転の、あ、免許の免だ。免許の免、うん、違います。免許の許。違います。あ、違うんですか。線路の線。違います。電車の線。こちらです。全身あるのみですね。進化を遂げるっていう意味でしょうかね。定年まで働きたいという、そして定年後はいい老人ホームに住みたいというですね、壮大な目標を持ってますんで。そんな袖山の人生における目標ですね、になんとか添えるように定年まで会社を存続することをですね、目指してですね、社員一同力を合わせて頑張っていきたいなと、前向きに本当まさに前進をね続けていきたいなというふうに思います。